こんにちは。こんにちは。6月15日、はい、土曜日11時になりました、はい。インスタライブを始めさせていただきます。お店スタッフの山崎と吉田です。こんにちは。こんにちは。6月も15日。ああ、真ん中ですね。ねえ。札幌は大きい神社で、うんうんうん、はい、今ね、お祭りもやってて、はい、なんか初夏のね、そうですね、雰囲気が出てきております。はい。はい、そんな週末ですけれども、はい、はい、現在お店とオンラインショップですね。はい、ではこちら。じゃあ、モリンガオイルフェア、開催しております。開催中です。ね、シエスタ美容オイルっていうのを出してて、うんうん、ツヤ肌オイルっていうのと、モリンガオイル2本ね、はい、出してるんですけど、今このね、モリンガオイル、はい、こちらやっております。ああ、ぐーんと、大きくなった。はい、こちらですね。はい、結構使ってる方もね、多いかと思うんですけれども、今ちょっとお得にね、お買い物できるフェアが6月の30日まで、はい、はい、やっておりますので、なんか、水曜日からですね、フェア自体はね、そうですね、はい、うんうん、始まったんですけど、本当にたくさんの方に来ていただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、クレメントさん、おはようございますと、コメントありがとうございます。おはようございます。おはようございます。ありがとうございます。はい、なので、今日ね、私たちも使ってる、モリンガオイルについてね、少しご紹介させていただこうかなと思っております。はい。モリンガオイル、使っています、うんうん、そうですね。やっぱり、シンプルスキンケアを、うん、トータルで使ってるので、はい、オイルはやっぱり欠かせないですよね。最後、化粧水の後に。本当にサラッとしていて、馴染みがいいので、なんか今までオイルっていうとベタつきがすごく気になって、なんかなかなかね、特に夏場とかは、ね、なんかちょっと使うのためらったりとかしたんですけど、うんうんうん、もうこのオイルは年中使うことができるオイルですよね。うんうんうん、そう、うんうん。なんかやっぱりこう使いやすい、はい、サラッとしてて使いやすいっていうのを皆さんね、おっしゃってくれて、うん、これなんかモリンガオイル特有なんですかね。うん、成分もちょっとなんかこう特徴的で、うん、ベヘン酸っていうね、成分がいっぱい入っているんですけど、それがちょっとこう、お肌と、馴染みやすい？馴染む馴染む。そうそう、浸透しやすいので、うんうん、なんかさらーっとね、使えるから、すごく、うんうん、そこがね、気に入ってくださる方もすごくね、多いんでしょうね。で、この、オイルが、単品だと 5% オフ。あ、そうです。で、3本セットだと 10% オフのフェアになるんですが、うんうんうん、もう本当にね、初日から皆さん結構3本セットが人気、ね。人気です。ね、うん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 。結構期限もね、長いので、そうですね。2026年の6月までなので、うん、ストック用にね、選ばれる方もすごく多いですね。うん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 、この間お店にオイル買ってきてくださった方は、はい、あれは 5月でしたっけ、大丸札幌店で、うん、おへそ店ですね、うんうんうん、させていただいたときに、はい、私たちも出店したんですけど、うんうん、そこで初めて、モリンガオイルに出会って、うん、使ってみたら、すごく使いやすかったと。うん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 、なんか今までなんか乾燥してて、うんうん、いろんなね、なんかこう保湿のものを使ってたんだけれども、うん、このモリンガオイル使ったら、はい、もうすぐ、お肌に馴染むし、うんうんうん、で、翌朝がすごいしっとりもちっとする感じがして、うんうん、感動しましたと。はい。で、また欲しいなって思った時に、うんうん、今シエスタでね、フェアやってるっていうので来てくれたっていう方もね、いらっしゃって、うんうん、なんか割とこう、一回使うと、そうですね、効果っていうんですかね、なんかすごく良いっていうのが実感できて、うんうんうん、リピートされるっていう方がね、すごい多いなっていうのを感じますね。そうですね。うん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 、で、使い方としては、シエスタのシンプルスキンケアをもう一度流れをおさらいしたいと思うんですけれども、はい、まず、シエスタの石鹸で洗顔をすると。余計な汚れだったりとか。そうですね。はい。
を綺麗に落としつつ、でも保湿効果もちゃんとある石鹸で清潔にお肌をすると。で、その後に化粧水ですよね。そうですね。あ、その前にこちら？あ、そうだ。すみません。その後の洗顔の後のステップですね。はい、シュクレです。シュクレ、お砂糖でできたね、スクラブなんですけれども、はい、保湿する効果がね、すごいあるんですよね。はい、なので、使った後、お肌もちっとするし、あと、スクラブにもなっているので、お肌に優しいスクラブになっているので、はい、毛穴の汚れも綺麗に落としてくれるんですね。そうですね。だから、こう、汗かく今時期、そこにね、使っていただくとね、ツルツルのもちもちになるから、石鹸で顔洗ったすぐ後ですね。はい、顔が水で濡れている状態で、シュクレ使っていただいて、洗い流す。ね。で、その後に、化粧水。はい。をつけると、やっぱり、キシュクレの後だと、すごい馴染みがいいですよね。いいです。どんどんこう、お肌に水分が入っていく感じ、ね、使ったことある方はわかると思うんですけど、すごい馴染んでいきます。ね、いつもよりもたくさん、化粧水のね、ちょっと減り早くなっちゃうぐらい、どんどん吸い込んでくれるんですよ、ね。吸い込みますね。それってすごい大事なんでしょうね。やっぱり、夏場も乾燥ってね、どうしてもお肌ってしちゃうので、水分お肌に入れるのは絶対もう乾燥にすごくいいので、ぜひ化粧水たっぷり使っていただいて、はい、その後ですね。こちらですね。今回ご紹介して。せっかくこうね、水分入れたものを閉じ込める、はい、蓋をする役割として、このモリンガードを使っていただきたいと思います。量としては？はい、量のね、質も結構どのくらいってね、よくいただきますね。そうでしょうね。こんな感じでしょう。スポイトに、顔だと大体2、3滴でいいですよね、伸びるので。3滴だと多いかもしれないですね。なんかね、その方の肌、肌質とかね、あと季節とかでもね、によって変わるんですけど、大体2、3滴手に取っていただいて。ちょっと手に馴染ませてから、お顔に、こう、ポンポンポンと。乗せて、こう、優しくね、包み込んでいただきます。こういう感じ。あ、いいですね。馴染ませてあげると。本当にふっくらとしますよね。なんかさらにふっくらするのに、はい、オイルで顔をなじませた後に、蒸しタオルとかで、ちょっと顔をふわーっと温めていただくと、終わった後にね、もっとふわふわっとするので、なんか乾燥気になる方とかは、なんかそういうのも試していただくと、すごいかもしれない。いや、もう手だけですけど、すごい、もちもち。もちもち。手でやってましたけど。そう。お肌とね、そう馴染むっていうのもあるし、なんか、肌を、肌がこう、肌って自然にこう、どんどん再生していく力があるんですけど、それをちょっとこう、流してくれるというか、そういう、なんか力もあるというか、なんか使っていて私が感じたのは、私結構ね、ニキビがね、できやすかったりとかするんですけど、ニキビ跡とかもね、ちょっと気になったりするんですけど、なんかね、つけてるうちに、なんかそれが、薄くなるって言ったらあれなのかな。そう。なんかあんまり目立たなくなってくる感じがして、やっぱりそういうのも、こう肌を再生する自分の本来持つ力を、助けてくれるっていう作用があるから、なんかすごくね、いいんじゃないかなって、ニキビ跡とか、妊娠線とか、気になる方とか、前、使っててすごい良かったんですって話とか聞くので、結構ね、モリンガってすごいなっていうのを。そうなんですよね。実感しますよね。やっぱりね、フィリピンだと薬箱の木ってね、言われるぐらいの、植物になるので、本当に向こうではね、軟膏とかみたいな感覚で使われてるので、傷だったりとかね、そういったものにもすごく効果がある植物として知られているので、結構ニキビとかにオイルってつけても大丈夫なんですかっていうご質問もすごくいただくんですけれども、お肌質にもね、よるので一概にニキビに効きますよとは、ちょっと断言はできないけれども、でも、ニキビとかに使ってあげても、
すごくね、お肌柔らかくして、水分油分のバランス整えてくれるので、うんうんうん、結構大人のニキビって乾燥から、うん、やっぱり来たりとかするので、そういった意味でも、使い続けて肌が柔らかくなって、バランス整ってくると、できにくくもね、なってくるので、うんうん、ぜひね、使ってみていただきたいな、という感じがありますね。あとあれ、うんうん、肌だけじゃなくて、うん、髪とか。ああ、髪にもね、良いですよね。良かったりするので、うん、ヘアオイル代わりとしてね、使っていただいている方もすごく多いので、うんうん、そう考えるとなんか、全身ね、使えちゃう。うんうん、そしたら、やっぱりサーモンセットであると、いろんなところに使えて、良いかもしれないですね。で、またこう、香りとかも特にないので、そうですね。そう、なんか、うん、なんかそういうの香り苦手なね、うんうんうん、方とか、あと男性とか、はい、お子様とか、うん、なんか、どんな方でも使っていただきやすいから、家族みんなでね、うん、使っていただくのもいいかもしれない。確かに、男性とかも良いかもしれないですね。うんうんうん、こうね、髭剃った後とかって、やっぱりね、こう乾燥っていうか、ザラついたりとかね、うんうん、するときにちょっと馴染ませてあげても、良いと思います。うん、いいでしょう。はい。おすすめです。ねえ、うんうん。で、そんなね、モリンガオール、はい、今、フェア開催しておりまして、はい、オンラインショップとかでもね、はい、はい、販売していますので、ぜひね、お店来れない方は、オンラインショップとかでもね、はい、見ていただければなと思いますね。うんうん、ねえ、うんうん。あとね、フェアの対象とかではないんですが、こういったね、ミニセットというものもございますので、まあ、まずね、本当にね、なんかお肌に合うかなーって、ね、ちょっと試してみてから購入したいっていう方は、こういったね、シンプルスキンケア、先ほどご紹介した、これいいですよ。石鹸の、プチサイズと、化粧水、シュクレ、うんうん、あと、モリンガオイルと洗顔ネットがついている、うんうん、こういったね、セットもございますので、一度ちょっとオイルとかね、自分のお肌に合うかなーって試してみていただいて、そこから、あ、大丈夫そうってなって、うんうん、お得なフェアに購入していただくのも良いんじゃないかなと思います。いいですね。うんうん、はい。ああ。そんな感じで。はい。リンゴオイルフェアですね。はい。うんうん。あとあれですね、お店では、はい、さっきシンプルスキンケアの石鹸の話もしてたんですけど、はい、オープンラボ、はい。はい。オープンラボですね。京都、明日とですね、はい。開催しております。6月からね、石鹸うちちょっと値上がりしてね、値段がね、うわ、すごい。そう、値段がちょっと上がったんですけど、このオープンラボの石鹸は、据え置き、価格、うんうん、1個1210円でですね、はい、販売させていただいてて、パッケージがない、高の状態で、来たてほやほやの石鹸を、ね、ちょっとお得にお買い物できるオープンラボを開催しております。うん、わあ。で、さっきの石鹸の他に、もったいない石鹸。はい。これです。石鹸作るときに出てくる上面の部分ですね。はい。カットしたもの。これ、100グラムかな ?100 グラム、そうですね。ね、入っていて。通常の石鹸ね、80グラムなんですけど、ちょっと多いサイズ。はい。はい。を、こう、ね、薄く、上面だから薄くなってるんですけど、これ使ってるうちにね、一気にこう使うと固まるので、うんうん、1個として使えますね。で、これもちょっとお得に、はい、定番のもったいない石鹸550円なのでね、先週もね、開催したんですけどね、うん、もったいない石鹸も本当にあっという間でしたね。やっぱり、うん。普通の石鹸と何ら変わりないのでね。そうですね。うんうんうん、これはかなりお得。ちょっと数量限定には、ね、限定ですね、なっちゃうんですけど、うんうん、なくなり次第終了みたいな形なんですけれども、うん、今日、開催させていただきますね。はい、定番すべて。すべてあります。うん、6種類、うんうんうん、ご用意してますね、はい。なんかちょっとね、お試ししてみようかなっていう方とか、はい、うんうん、まずね、石鹸もったいない石鹸とかもね、はい、使っていただけると嬉しいです。はい。あとは、コメントがいる。ありがとうございます。あら。オープンラボいいですよね、アザードさん。そうなんですよ、良いですよね。そうなんですよ。うん、やっぱりいつもね、使ってる石鹸だったらね、全然箱とかね、いらないそうなんです、うん。結構プレゼントにね、オープンラボね、される方も多いですよね。そう。こういった紙袋に入れてお渡しするので、ね、なんかそのままプレゼントにしようかなっていう方も、うんうん、はい、多いですよね。うちの石鹸なんか
なんて、ハンコがね、押してあってね。あ、そうそうそう。かわいいんでしょう、ね、うんうん。そう。だから、おすすめ。あ、マチ5253。ああ、ありがとう。お二人のファッションが爽やかで素敵です。もったいない設計お店に見に伺います。あ、ちょうどちょっとファッションのお話が出ましたが、来週、ね、水曜日からですね、バンロム祭の夏自宅展っていう、もう本当にね、今の初夏、初夏からもう真夏にかけてね、長く着ていただけますよね。はい。のお洋服をね、展示を開催するんですけれども、私たちもね、今日一部、バンロム祭さんのお洋服を着ておりまして、着てる。はい。山崎さんが羽織ってる？これですね。こちらが過去のね、コレクションで購入したお洋服ですね。コットンの、うんうん、これは何？ワン、コート、羽織かな？一枚じゃちょっとあれかもしれないけど、でもなんかこうね、綿 100% の、うんうんうん、コートになってて、うんうん、カーディガン代わりにね、さっと羽織ったりするのにすごくいい。うん、さらっとしててね、気持ちいいんですよね。そうなんですよね。うん、ちょっとこれと同じものはね、届くかはちょっとわかんないんですけど、うんうんうん、でもこういう感じの、夏に着やすいお洋服ね、届く。そうなんですよね。はい、毎シーズンね、いろいろまた新作とかがね、すごくたくさん出たりとか、色とかもね、そのシーズンによって異なってくるので、うんうん、また今回もね、新作とかすごいたくさん届くんですけれども、うんうん、こういったね、なんか他のお洋服とも合わせやすい、お洋服がね、すごくたくさんあるので、うん、ぜひぜひね、見に来ていただきたいなと。あとこうリゾート感の。あ、私が今日着てるのは、この、見えますかね見えるかな見えるかなあ、見えてますよ。ちょっとこれで。あ、これでね、そうだね。これね、これは、こう。こう。私が着てるのは、バンロムサイさんのインドコットンの、ジャザーワイドパンツっていうのを、このね、ワンピースの中に着てるんですけれども、これ去年、バンロムサイさんの展示の時に購入して、もう本当にね、一夏大活躍。大活躍。こんな感じで、ワンピースの中に履いて、うん、チラッと柄見せてあげても良いですし、ね、本当に一枚でさらっと着て、うんうん、お出かけとかしても、すごくね、風通して涼しいんですよね。これいろんな色、いろんな柄がね。そう、柄色がね、すごいバリエーション豊富で、そうなの。ちょっとね、私着てるのは、色は抑えめな感じなんですけれど、すごくね、こう夏らしい明るいお色も届きますし、新作のね、フラワー柄などもね、すごい気になっているんですが、こういったね、夏に着ていただきやすいパンツなんかも届きます。届きますよ。来週の水曜日からですね。はい。その流れで、はい。お店は、ミントシリーズですね。大好評いただいているシリーズなんですけれど、ボディスプレーがお店は、現品販売できるもの入荷しております。はい。人気です。ねえ。あとね、オンラインショップは今、ね、ソールドしてますが、うん、お店では手に取っていただけますのでね、うん、ぜひ使用感とかテスターで試していただければと思います。すごいひんやりする。気持ちいいよ。あと3つのミントの石鹸も、もう本当にね、うん、早い段階ちょっと完売ね、お店も、オンラインショップもしてしまって、今は、ご予約、うん、受けたまわり中です、うん。で、7月末入荷分になるんですが、はい、こちらも数量限定となりますが、ご予約受けておりますので、うん、はい、まだまだね、7月、8月、9月ぐらいまでは暑いと思うので、うん、ぜひぜひ皆さん、ご予約いただけたらなと思います。あとお店は、こちらの靴下が入荷しましたね。いっぱいあるよ。履く靴下さんからは、本当にこのね、和紙でできた、ちょっとね、シャリッとしている素材の靴下、色もいろいろ。あと、スラブ素材っていうね、ちょっと糸をね、ポコポコっとした糸で編み上げた、うん、夏にも涼しく履いていただけるソックスとか、ホタルというね、人気の柄のものとかも届いております。あとはリリーフウェアさんのね、靴下なんかも届いていて、これも大人気で、特に今の季節、このね、甲の部分、メッシュ素材になった通気のタイプは、本当にね、履いていただくと、
実感いただけると思うんですが、すごいね、蒸れとかしにくくって、サンダルとかスニーカーに履いて、すごくね、さらっと履けるので、おすすめですね。いいですね。色もちょっと爽やか系。ね、爽やか系ですよ。お入れしてます。あとはテントセンサーの靴下も各種届いて、人気のカラーがございます。はい。足元ね、結構、大事ですよね、夏はね。ねやっぱりそして、夏でもね、冷やしちゃダメなので、靴下とかね、そうなの。さらっとしたの履けるといいですよね。はい。はい。はい、そんな感じ？そんな感じでしょうかね。そんな感じですね。はい。はい、それでは。はい。本日もね、はい。はい。お店12時から。12時からですね。はい、オープンね、しております。はい、今日は、吉田と。はい。はい。私で。しておりますので、はい、皆さんぜひぜひお越しください。ね、外も天気すごく、ね、天気のね、いいのでね。とモリンガオイルとかあと、うん、シンプルスキンケアはお店でお試しお手元でね、できるのでぜひ ねお気軽にお声掛けいただけたらなと思います。うんうん、はい。それでは、はい、はい、今日もご来店をお待ちしております。お待ちしております。さよなら。